アメリカヒドリはカモメカモカに分類される鳥類の一種である。炭水ガモの一種。和名はアメリカ産のヒドリガモの意味。禁煙種のヒドリガモとは雑誌を作る。北アメリカ中部から北部で繁殖し、陶器は北アメリカ南部から中央アメリカ、西インド諸島に渡り越冬する。東シベリアの一部の地域でも繁殖していると言われるが、詳細は不明。日本へは、 数少ない冬鳥として、毎年トらえするが、1、数羽でのトらえがほとんどである。記録は、北海道から南西諸島まで各地である。大抵ヒドリガモの群れに混じっている。体長45から56センチメートル。翼海長76から89センチメートル。有勢鳥は、額から頭頂にかけてが淡いクリーム色で目から、後頭部にかけてが光沢のある緑色。 目の周囲は黒い。頬は黒褐色。胸から脇は赤褐色で下をずつは黒い。メス成長は全体が褐色で顔の部分がやや灰色がかっているが、ヒドリガモのメスとの識別は難しい。くちばしは死ゆとも青灰色で先端が黒い。前述のようにヒドリガモとの雑種も見られるので、識別には注意が必要。越冬地では故障、河川。 内湾などに生息する。ヒドリガモよりも淡水域を好む傾向がある。植生は植物食。水面に浮かぶ植物性の早や茎、根、ね、主等を採植する。繁殖形態は卵生。水辺からやや離れた草地などに栄想し、一腹七から九個の卵を産む。放卵日数は24から25日である。ウィキメディアコモンズには、 アメリカ日取りに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。